どうも、ドラゴンボール芸人ナッパのピッカリ高木です。よろしく。というわけでございまして、僕が大阪で R 藤本さん、ベジータのね、芸人さんとコンビ組んでた時に、エヴァンゲリオンのアスカのモノマネをする稲垣咲ちゃんと仲良くなりたくて、同じくアニメモノマネをするガッキーっていう芸人さんに頼んで、咲ちゃんのメールアドレスを教えてもらって、一時メールのやり取りやってたんですよ。僕ね、基本的に女子とメールしてもすぐ嫌われちゃって返事返ってこなくなるんだけど、咲ちゃんとだけはすごい気があって、僕からメールを送って返事返ってくるのはもちろん、暇の時に向こうからメールくれたりとか、今打ち合わせ中つまんないとか言って、思わせぶりなメールが来たりとか、あとは今六本木ヒルズに来てるのって言って、六本木ヒルズの写真を送ってくれたりとかね。で、僕 R さんと解散して東京で活動するようになって、で、咲ちゃんに、大阪もええけどやっぱり売れたいんだ、東京で活動した方がええねって言ってアドバイス送ったりとか、あとはお互い売れて同じ番組とか出れるようになったらいいよねとか言って、3年間夢を語り合ってたんです。あのね、スケベ心っていうより、あまりにも咲ちゃんがいい子なんで、もうそういう気持ちになれなくて、なんか妹を見るような気持ちになって、もう咲ちゃんにも言ったことありますもん。もう咲ちゃんのことは妹としか見れへんわみたいな感じで、そしたら咲ちゃんも、あ、嬉しいわって言って、あ、これからもよろしくねお兄ちゃんみたいな感じで言ってくれて、まあ、でも咲ちゃんがロケミツっていう番組で人気出始めてから連絡来なくなって、うわーと思って、やっぱり咲ちゃんでもそんな感じになってまうんかと寂しい思いしていましたけども、ある時東京でアニメ座っていうアニメキャラの新喜劇に出演させてもらうことになって、そこにサキちゃんの名前もあったんですよ。それで、あの、サキちゃんと久しぶりに会った時に、わっ、サキちゃん久しぶりって言って声かけたら、何ですかって言って、めちゃくちゃそっけなくて、うってなったけど頑張ろうと思って、さきちゃんよかったら一緒に写真撮ってブログにアップとかしようやって言って声かけたら、嫌ですよって言われたから、カッチーンときて、売れたらそんなもんかって言って詰め寄っていったら、その場にいたガッキーさんが僕のところに来て、いや、ピッカリさん違うんですよって、ピッカリさんに教えたメールアドレス、さきちゃんじゃなくて全然関係ない女芸人だったんですよ。え、実はガッキーさんがサキちゃんのメールアドレス教えたくなくて、僕が変なことしたら嫌だから、全然関係ない女芸人とやり取りさせてたらしいんですよ。そうなんです、僕は3年間全然知らない女芸人と夢を語り合ってたんです。それでその女芸人さんがもう僕のことがかわいそうになってきて、もう無理ですって言って辞めたんですけども、しょうがないからガッキーさんが引き継いでやってたらしいんですけども、ガッキーさんもめんどくさくなったらしくて、もうバラしてしまおうと思って、近所の銭湯の煙突をぼかして撮って、六本木ヒルズに来てるよって言って送ったけど、僕六本木ヒルズ見たことなかったから騙されちゃって、結局ずっと騙されっぱなしっていうね。そうなんですよ。だから僕、稲垣咲ちゃんと全然仲良くないんだけど、なんだったら咲ちゃんじゃなくて咲さんって言わないとダメなんですけども、いまだになんか思い入れがあって、あの、咲さんが結婚された時に僕妹が結婚したような気持ちになって泣きました。